はい、どうも、おちびのおもちです。ブラックです。ということで、今回もですね、ウィニングレバーアプリ2021やっていこうと思うんですが、今回は、NS ガチャ切っておりますね。まあ、クロアチアとフランスということで、クロアチアからね、見ていきます。モドリッチですね。一番強いモドリッチだと思うね。今作はちょっと厳しいのかなっていう気はするよね。レビッチがね、まあ、185センチで、ゴールキーパーたちはこれ84になるんですよね。これ足速くて体強いんで、かなり優秀なスパサブだと思うんだけど、まあ、ボールタッチがちょっと気になるかなっていうところですね。そして、ペリシッチ、逆足の精度4のスパサブということで、これも普通に無難に強いと思いますね。まあ、ワンパーかシスルパ欲しかったけどね、正直言うと。コバチッチですね。コバチッチも、まあ、オフェンスセンスと決定力がもう少し高ければ良かったのかなっていう感じですけど、ミドルライジングはないのか。ミドルライジング持ってるとね、オズドイフ同様結構シュート入るんでね。ビバコビッチ、187センチの GK なんで、まあ、キーパーはちょっといいかな。まあ、キーパーここで当てたらね、最悪。はい。そして、ブラシッチですね。まあ、2列目でオフェンスセンス決定力はちょっと2列目にして物足りないけど CMF で使ったら俺はかなりいいと思ってますね。はい、そしてセンターバックロブレンですね。ロブレンはスピシュンがちょっと足りないかな。もう少し欲しい。ブレカロ、左ミッドフィルダーの選手ですね。この選手もスパサブなんだけどもう少し欲しかったかなって感じですね。能力値的にね。ということで、まあ、この中で言うとレビッチが一番の当たりかな。次にブラシッチ、ペリシッチみたいな感じですけど、まあ、レビッチが欲しいね。まあ、今回ちょっとクロアチアは前座なんでね。そう、まあ、フランスがもう本命みたいな感じになってますよということで、右足背番号ないんだよな。はい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 。これコバチッチやね。まあそうだね。レビッチが来れば大当たりなんだけど、レビッチそんな来てないしね、回数的に。あ、これモドリッチじゃない？モドリッチだ。主役引いてきたよね。すぐわかるわ。なんかウイレのさ、このなんつうの、モドリッチのフェイス特徴捉えてるけど全然似てないよね。まあそうだね、毎回思うけどなんか絶妙に違うよね。特徴は確かに捉えてるのかもしれないけど、もう少しちゃうやろっていう感じだね。モドリッチってブラジルワールドカップの時一番印象深いけどね。クロアチア自体は結構強いからね。まあ、負けちゃったけどね、ユーロね、イングランドに。まあでもまだリーグだからね。そうそうそう。おっと、これはブラシッチだね。まあ、レビッチ引けたら最高だったんですけど、まあ狙い一人です。まあこれですから、本番は。本番はね、このフランスのやっぱ NS なんでね、まあほんとこのキリアン・ムバッペ。おそらく101よりでも強い可能性がある。そう、フィジカルが強いんで、今回の。まあちょっと楽しみだね。で、バランも、今までのバラン96止まりなんですけど、こう97入って当たりでしょ。グリーズマンも、まあ普通に右ウィングで掴んだったら全然当たりだし、過去最強だと思いますね。バランとね、ムバッペ並べちゃうと、落ちるんで、ロリスさんはちょっと一回休んでもらって、さすがにキーパーやめてね。で、まあ、キンベンベもまあ普通に強いですね。強いんだけど今ライブアップで C 環境で使うことなのかって言われるとちょっと分かんないかな。まあただやれるところが、ね、まあまあ多いっちゃ多いね。このポグバは普通に C 環境でも入れてもいいと思ってますね。個人的にかなりやっぱウィニングイレブンの、まあ、2020、2021作品では強いんで、ね、ラビオもめちゃめちゃランキング入れたかったんだけどコイン4なんで、まあ、今の時期はちょっと厳しいかな。能力的には強いけどね。能力もスキルも優秀ですね。ジルーはスパサブなんだけどちょっと遅すぎるかなみたいな感じで、でまあ入れなかったんですけど、まあトップ1、2はやっぱりムバッペ、ワランなんで、でまあ次にまあ俺的にはポグバ、キンベンベ結構持ってんで、2人ぐらい持ってんでね、投票回数あんま多くないんだけどかなり来るんで、まあここはもう本当にムバッペとバランムバッペが来るかどうかだよ。左グリーズマン、ラビオもあるなこれ。誰？ラビオだー。ラビオはいいね。だいぶ髪まとめてんな。ラビオもよく来るんだよな。能力的には結構やるんだけど、4っていうのがね。4はきついな。だからイサクとかだったらもう本当に4でも入れていいんだけど、今の環境。4の中盤を頼むで。おいちょっと待って。ムバッペっぽくね？金メンベ。バピーじゃん。お来たわ、ついに。ついに来た。マジで。魔王ムバッペ。いや、よかったー。キリアンヌ。まあまあまあ、そうだね。もうロリスでもいいよ。温かく迎えよう。これバラ引いたら神引き。やっとそうだね。最後。何回来たのだって今まで7、9回ぐらい来てるよね。え、ちょっと待って。ポグバじゃないこれ。ポグバポグバだよね、これ。ピーポグも召喚。今、ポグバちょっとライブアップで C 環境で使おうと思ってるから入れようかなって。まあ、オズドイフとかめちゃめちゃいいんだよね。使ってみたいね。さあ、ブラックおもちゃ会行きましょう。クロアチアは本当にちょっと前菜なんで、ただちょっとレビッチ引いてほしいですね。レビッッチもね、俺ら一回も使ってたことないと思う、スパサブで。1回しか着てないんだけど、ミランの確か。リビッチ持ってないね、確かに。使ったことないんですよ。だから、モイズキンとかもね、縁がなくて使えなかったりするんで、ちょっと当ててほしいですね。モイズキンは俺持ってるけどね。さあ、ちょっと待って、右誰これ、ちょっと刈り上げディアンローブレーンセンターバックはなかなか厳しいところはあるね。まあまあまあって感じだね。内部アプデとかがあればまだいいんだけど、なんかもうユーロとかじゃないからね。まあそうなんだよ。ユーロとかすればライブアップで入れても面白いと思うんだよね。結構。まあそれあったらまた熱いけど、ね、まあでもリーグだから一応。ブレカロ。一番下の2人引いてんな。ヨシプを、ヨシプって言ったらまあイリチッチ。イリチッチ。さあまあここはまあいいんだよ、前座だからね。まあでもレビッチ来てくれ。あ、左の時点でな、レビッチって左だよね。違うっけこれペリシッチペリシッチだから俺この前なんかちょっとボックス整理みたいなのしてたらめちゃめちゃかぶってたんでね。なるほどね。今回、はい、今作結構デブライネとか結構かぶってるやついた。デブライネも俺お前ふざけんなお前。あれああもうミニアに行ってんだ。あでも誰ももうムワップも持ってんだもんね。そうまあこれはもうサクサクっていこうかなと思って。もうバランぐらいかまあこいつも持ってるけどね。バランも持ってるけどバランはでも過去最強だからね。このうちの2枚看板のうちの人まあ俺もでもやっぱムバッペはね欲しいっちゃ欲しいよ。まあフィジカル強い、まあ、ただ CL のやつ持ってるけどね。フィジカルはね普通に結構よムバッペお前ふざけんなお前ふざけんな頼むぞお前ちょっと待ってこれマジかよこれ前もあったような気がする。これデジャブこれやばいよこれ3発目来てたらやばいよこれ普通ないわ。左ちょっと待って左はもうないじゃん。ラビオグリーズマンかジルーだうわお喧嘩してたやつねえムバッピと思う。今回はねまあおもちゃ TV 的にはかなり大枠かなり良かったね。ムバッピをついに今作初めててか終わりですよ今作も終わりなんだけどねここであるけどねまあそれでゲットできたんでまあそこら辺もねちょっと使用感分かればね紹介していこうと思うんでまあそちらの方も気になる方いればですねぜひチェックしてみてください。このようなわけでぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではさよなら。